はい、私は2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一なり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の販売屋先生です。今回は販売屋先生のライブでの少額試験投資ですね、1兆円稼ぐために頑張っております。でね、3連敗してきました。それでですね、こうですね、こういう成績ですね。こっからなんで、1、2、3、4、5、6。6勝6敗になっちゃったですね。まあ、先週の、10日から20日までの成績ですね。10日から20日までの成績。まあ、実際はね、ここのとこ勝ってたんで、1勝してるんですけど、ね、投資で私の方で切っちゃったんで、そのままシグナル通りに打ってれば勝ってました。だから、実質1勝ですね。それでね、一応これ見てみますか。ね、こういう成績になってるんですね。これ入金したんですね。1万円入金したんですね。試験用にね。で、こうこうこうで。損はしてないですけどね。実際はいくらだったね。まあ、1ヶ月間の成績が200。で、ここで今取引されてるわけですね。で、こういう時だから今度上がるって勝ってくれるでしょう。という感じですね。で、こちらで成績見ると。202円なりやけどね。それでこのストラリーテスターで最適化数値入れたんで、ここ3連敗したところまで分析しないとね、いけないんで今分析してんだけど。で、これが、ファイリングした、見れる、ソース、ソースですね。設定値の。ここにあります。800、900、1000まであるかな。ね。全部で1000個あります、この設定値が。これはこのストラジーテスターで分析中のやつですね。以上ですね。負けてはいないけども、3連敗しました。